こんにちは、みーです。今回はこちら、日東紅茶はちみつ紅茶ティーバッグをご紹介したいと思います。以前ご紹介したティーアースのはちみつ紅茶、それからラクシュミーのはちみつ紅茶に引き続き、今回ははちみつ紅茶レビューシリーズ第3弾ということで、こちら日東紅茶のはちみつ紅茶ティーバッグをレビューしていきます。どんな商品なのか、今回もウェブページから確認していきましょう。パッケージにホットはちみつ紅茶と書いてありますが、正式な商品名ははちみつ紅茶ティーバッグだそうです。こちらには書いてないですが、8月30日に発売した比較的新しいはちみつ紅茶です。ティーバッグなのに甘みも楽しめます。粉末蜂蜜を練り込んだ顆粒を配合、香りと鮮度を閉じ込める密封個包装、金具の留め具不使用とのことで、このあたりはもう蜂蜜紅茶としてはおなじみの内容ですね。価格はティーバッグ20個入りで600円です。これはかなりコスパがいいですね。原材料を見てみると、蜂蜜紅茶では毎度おなじみの粉末蜂蜜とアスパルテームがあります。この2つはティーアースやラクシュミーでも使われていましたね。アスパルテームはガムなどにもよく使われている人工甘味料の一種です。気になるのはその他の原材料や添加物。コーンスターチとはトウモロコシを原料とするでんぷんで、とろみを加える効果があります。蜂蜜らしいとろりとしたツヤを出すために使われているのでしょうか。また加工でんぷんについても、とろみやツヤを出したり、でんぷんの劣化を防ぐ目的で使用されていると思われます。アセスルファム K やスクラロースはアスパルテームと同じく人工甘味料です。アスパルテームと合わせて甘みの質を砂糖に近づけるために使用している甘味料と思われます。添加物などの詳しい説明はブログで詳しく紹介しているので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。このように今までレビューした蜂蜜紅茶は、蜂蜜パウダーとアスパルテーム、それから香料のみで構成されていたのに対し、日東紅茶は砂糖や食品添加物、アスパルテーム以外の人工甘味料などいろいろなものが含まれています。この違いが香りや風味にどう影響してくるのか気になるところですね。パッケージの裏面には美味しい入れ方が記載されていて、ホットティーの他にアイスティーの記載があります。これはアイスティーもおすすめということでしょうか。後ほどホットとアイスの両方を作ってみたいと思います。原材料などは先ほどお話しした通りなので、こちらは割愛させていただきます。それでは開封してみましょう。ティーアースやラクシュミーの蜂蜜紅茶は、箱を開けた時点で蜂蜜の香りが漂ってくるほど香りが強かったのですが、こちらは箱の時点では全く匂いを感じません。この点は保管する上で匂い移りなどを気にする必要がなく、ありがたいですね。ティーバッグの封を切った際も、ティーアースやラクシュミーの蜂蜜紅茶は蜂蜜の香りがふわっと広がる感じがあったのですが、こちらは全然蜂蜜の香りが出ません。こちらもティーバッグを切って中身を確認してみましょう。見えづらいですが、小さい砂糖の粒のようなものが蜂蜜パウダーで、細長く白い棒状のようなものが甘味料と思われます。それでは早速入れてみましょう。まずはホットから作ってみます。このように一度お湯を入れてカップを温めておきます。こうすることで急激に温度が下がることなく、美味しく紅茶を入れられますよ。ティーバッグを静かに入れて、ソーサーで蓋をします。約2分間しっかりと蒸らしていきましょう。2分経ったのでティーバッグを取り出します。ティーバッグを軽く振って静かに引き上げます。この時強く振りすぎたり、スプーンで押しつぶしたりしないように注意しましょう。日東紅茶はちみつ紅茶ティーバッグ完成です。水色は深みのある茶褐色で、艶があり綺麗ですね。
続いてアイスティーの方も入れていきます。アイスティーは濃いめに作った紅茶を氷の入ったグラスに入れて冷やすオンザロック方式で作ってみたいと思います。ティーカップ同様、ティーポットもお湯を注いで温めておいてから紅茶を入れます。今回は濃く抽出するためにティーバッグを2つ使いました。こちらもホットと同様2分間抽出します。氷をたっぷり入れたグラスに熱々の紅茶を勢いよく注ぎます。日東紅茶、蜂蜜紅茶ティーバッグ、アイスティーも完成です。それでは早速いただいてみましょう。まずはホットの方から。香りを嗅いでみますが、入れた後も蜂蜜の香りは広がらず、紅茶自体の香りもあまり感じられません。そしてちょっと酸っぱいような匂いがします。蜂蜜をパウダーに加工する際に独特の臭みが出ることがあるそうなのですが、もしかするとその臭みなのかもしれません。一口飲んでみます。味を確認してみると、今までの蜂蜜紅茶がかなり甘めだったので同じくらいの甘さを想像していたのですが、それに比べたらかなり甘さは控えめです。蜂蜜の風味も人工的な感じがします。紅茶自体の味も薄く、コクも感じないため、紅茶本来の味わいを楽しむという点でもあまり美味しくはありません。期待していただけに残念です。アイスティーの方もいただいてみます。香りはホットと同じくちょっと酸っぱい感じの匂いがしますが、ホットよりも香りが薄いためあまりこちらは気になりません。一口飲んでみると甘さはほんのり感じますが、蜂蜜感が少なく物足りないような感じがします。普通のアイスティーにほんのりと蜂蜜の風味がついたような感じです。ただアイスティーはさっぱりとした味わいのものを飲みたい人が多いと思うので、その点で言えば甘さがぐっと抑えられていてごくごくと飲みやすいです。ホットとアイス両方飲んでみましたが、こちらの商品はアイスティー向きなティーバッグですね。ということで、日東紅茶、蜂蜜紅茶ティーバッグ、ご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。他のメーカーの蜂蜜紅茶に比べて、蜂蜜や紅茶の香り、味わいがかなり薄いのと、添加物が多く入っているためか、雑味のようなものが混ざっていて、残念ながら、正直あまり美味しくはありませんでした。ただ、おすすめできるポイントとしては、甘さ控えめにできているという点、それから、20袋で600円なのでダントツでコスパが良いという点でしょうか。ティーアースやラクシュミーの蜂蜜紅茶が1箱25袋入りで1000円以上するのに対し、日東紅茶は1箱20袋入りで648円なのでかなり安いです。まだレビューしていないメーカーの蜂蜜紅茶がいくつかあるのですが、他の商品を見てもこの価格は他にはありません。しかしそれなら普通の紅茶に蜂蜜を入れて飲んだ方がいいと思うくらい、正直美味しいとは思えませんでした。もし初めて蜂蜜紅茶を買う方でこれを買おうと思っている方がいるなら、ぜひ他のメーカーのも合わせて買って飲み比べてほしいです。あまりにもティーアースやラクシュミーと違うので、これが蜂蜜紅茶だと思って買ってしまうとちょっと残念になってしまうかもしれません。他のメーカーに飽きてしまった方や甘さ控えめのものがいいという方は、こちらの日東紅茶を試してみてもいいのではないでしょうか。概要欄にこちらの日東紅茶と合わせておすすめの蜂蜜紅茶のリンクを貼っておくので、気になった方はぜひ飲み比べてみてください。今回は少し残念な評価になってしまいましたが、まだいろいろなメーカーから蜂蜜紅茶が出ているので、今後も少しずつレビューしていくつもりです。楽しみに待っていてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違った紅茶を紹介していますので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品のレビューもしていますので、
気になる方はぜひブログもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。